午後3時過ぎ、名古屋駅に到着した新幹線から降りてきたのは、カラフルな浴衣に髷姿の力士たち。大相撲名古屋場所に向け、幕下以下の若手力士らおよそ200人が、通称相撲列車で名古屋入りしました。日本相撲協会によりますと、新型コロナの影響で2020年3月の大阪場所以降、相撲列車の集団移動は中止されていて、今回名古屋場所では4年ぶりの相撲列車の復活となります。テレビでしか見たことないので、本当とても嬉しかったです。やっと名古屋場所が本当に来るなっていう。力士らは明日以降、本場所へ向け準備を進めます。